渋谷教育学園渋谷中学校、高等学校は、東京都渋谷区渋谷一丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校、教学の完全中高一貫校である、通称は、渋々、姉妹校である渋谷教育学園幕張中学校、高等学校と教育理念を同じにしている。1924年に開校した、 学校法人渋谷教育学園が運営する渋谷女子高等学校を1996年に改祖し幕張校での教育実践手法を渋谷の地で実現すべく設立された完全中高一貫校である渋谷という地の利を活かし自由で自長事項の理念のもと国際社会に対応できる人材の養成が行われている隣接して 同学校法人により英国人指定のためのブリティッシュスクールイン東京が設置されている。海外の大学への進学のためのガイダンスが行われている。自聴事項は学校行事や入試問題などにも現れている。また授業は教諭と生徒で作り上げるものとし、シラバスを配布している。国内の大学だけでなく海外の大学進学にも力を入れ。 海外生活を一度もしたことがない一般入学の生徒でも海外大学に進学できるような教育が行われている。実際、国内の高校別海外大学合格者数では全国トップレベルとなっている。開校時に竣工した校舎は地上10階、地下2階であり、最先端の教育工学が取り入れられている。運動施設については1階に第1体育館。 地下1階に公道と体育圏用のメモリアルホールがあり、隣接地に第二体育館があるが、屋外運動施設はテニスコート一面しかなく、玉川河川敷にボり戸グラウンドと宿川ラグラウンドがある。しかし、これらのグラウンドは一部の部活動でしか使われず、ほとんどの生徒が足を踏み入れることはない。首都圏の南関大学を目指す学生が多く、関連校の 渋谷教育学園幕張高等学校同様に、海外の名門大学に進学する学生が多いのも、本校の特徴である。部活動は、女子柔道部が、全国大会レベルにある。2005年、第23回福岡国際で、谷良子不在も一員して、中村美里が48キロ級で優勝し、2007年、加納寺五郎杯東京国際柔道大会52キロ級で、 優勝する。ありがとうございます。